まだある。ここでただのスリー、ようやく来ました。来ましたね、3本目で。ただ今シーズン初得点。ただベースラインドライブから古川スリーポイント来ました。でも高橋選手もやっぱりこうシュートが上手いですね、やっぱりね、うん、今ね、はい、踏んだ時入れてきましたからね。いや、そうか、キッカーとワイドオープン、肩のコーナースリー。肩も左こう左ウィングで待っていますが、安岡、そして肩の左コーナーからのスリー、いいですね。肩の選手はもう完全なスポットシューターですからね、まあ、コート上に、お、スリーをした肩です。クイックネスを見せたグリーン、グリーンから長谷川へ、ただただのスリーポイント決まりました。いいですね。動きながらのスリーポイント。もう一度ただがボールを持ちました。少し広げてからスリーポイント。あ、いい、ね、決まりました。いいタッチです。ただ選手らしいプレーが続きますね。ワンがリバウンドを抑えています。もう一度秋田、もう一度ただ。いいですね。3本目、はい、秋田ベースラインから入れた、ただ決まった。4本目菅原がつく、そして持っていったのはただ、最後はワンに任せた、はい、ただからワンへ。しかしシュートは決まらず秋田ボールに変わります。また肌ターン、決まった。5本目、山崎、ここを引っ掛けました。少しもったいなかったですね。はい、オーダー、ワンタッチで戻して、もう一度ただ。止まらない、ただたけし。グリーン、まだ外からのシュートはどちらもありませんが、シューターのただ1本目打った、決めた。ベンチでは今大浦に対してヘッドコーチとアシスタントコーチが念入りに指示を送っていますが、ゲームは川島ボールコントロールから、ただ2本目。現時点ではこれで3分の3とチームとしてのスリーポイントの成功率です。そしてここもただが守った、見事なヘルプ。さあ、ただ今日スリーポイント2分の2。ここも打っていった、強気、3本目。ただが覚醒しました。タイムアウトは横浜です。ちょっと失敗したんですが、キャリアハイの6本成功と20得点。町田さん、もともとこのただのシュートは思い切り打った方がいいんだという話がよくあった道具、ある程度横浜としては時間も使いながらというところになります。はい、合わせに来た小牧、叩いた。やることが一つはっきり見えているという秋田のプレー。川島、ただここは確実に2点を決めた。さあ3点差、セカンドチャンス秋田。この後ですね、はい、1対1ではなくただの3、秋田来ましたね。来ました。今シーズンスリーポイント非常に好調な多田、2点ですね。前節からスタメンになっているというこの今プレッシャーにいったテイラー、まあ、少し合流が遅れた部分もあるんでしょうけれども、そうですね、かなりフィットした感じがありますね。多田のツーポイントです。決まりました。ワンに入れて多田がもらいに来て、多田決めました。プレーになりましたね。もったいなかったですね。秋田はこのチャンスを生かしたい。デイビスのスクリーンからただミドル決めます。スピードでデイビスを置いてきました。さあ手を伸ばして秋田奪いました。ターンオーバー、ただただのアタック、ただのアタック点にしました。さあただノコ侵入してきました。ステップバックからフェードウェイ、おー、これですね。クォーターが始まりました。川島です。パスにした。タダのスリーです。おー、沈めました。今度はタダです。秋田。必ずチャンスあるわけですんで、そこまで見えるといいですね。タダ落ち着いてかわして沈めた。デイビスに入ります。失礼、グリーンです。タダスリーポイント。タダ決めた。安岡。
デイビス、ただスリーポイント、いやここもうまくただです。ここはスクリーンに巻き込まれた、その間にただ2ポイントシュートです。